VQ5! こんにちは、インタビュアーの富野美里瑠子です。 VQ5 こと V クエスチョンズ5では、5つの質問を通して今注目のクリエイターの素顔や本心に迫っていきます。第4回目のアーティストは山田ギャル神宮さんです。よろしくお願いします。お願いします。約1年半前に音楽活動を開始し、等身大のリリックとオルタナティブロックを聴いているかのようなメロディーラインで今人気を博している注目のラッパーです。そして先日ニューアルバムギャルデモをリリース。ニューアルバムからレインのミュージックビデオがこのキャッチフィッシュのチャンネル上で公開されているので、そちらも要チェックです。早速ですが質問していっちゃいましょう。クエスチョン1。山田ギャル神宮さんの曲は等身大で心に染みるリリックが多いですが、曲を作る際に大切にしていることはありますか？そうですね、曲作る上で自分が中学校の時にラッドをめちゃめちゃ聴いとって、その野田洋次郎さんが作るそのリリック、日本語の表現の仕方にすげえ食らって、自分はその日本語特有の比喩とかそういうのを考えながらリリック作ったりしてますね。なるほど。続いてクエスチョン2。前回アルバムのファミーから3ヶ月、新たにニューアルバムをリリースするとのことですが、どのような点がパワーアップしたと感じますか？そうですね、ファミーは全部一人で一応客演なしで作ったんですけども、そのファミーってまあ友達のことなんですけど、地元のがその友達がメインの曲やったんですけど、今回のアルバム、このバックにもなってるギャルデモってアルバムなんですけど、それは結構自分が昔聴いとったアーティストの方々に客演で入ってもらって、だから結構自分ファミーとは違った自分の見せ方できてるんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。クエスチョン3。今回のアルバムはどんな思いを持って作りましたか？そうですね、アルバムのテーマとしてその二面性っていうのをまず考えて作ってて、まあ、二面性なんか裏表ない人でも絶対その裏とか表とかその二面性陰とか陽あったりすると自分は思ってるんで、その裏表の部分、自分の裏表の部分も書いたので、そこを自分自身と聞いてる人たちの状況に照らし合わせて聞いていただけたら嬉しいなと思います。クエスチョン4。ギャルデモは二面性を表しているとおっしゃっていましたが、何から影響を受けて二面性を表そうと考えましたか？そうですね、自分の名前なんですけど、山田ギャル神宮って結構特徴的な名前と自分でも思ってるんですけど、そうなんかその名前つけた由来が、そのギャルみたいな、アニメのギャルみたいなめっちゃ明るいマインドが欲しくて、俺めっちゃネクラで、だからそういう部分が、その陰と陽じゃないですけど、そういう部分が自分の作る曲には結構出とったりして、それを、そうですね、テーマに、が影響になったかもしれないですね、アルバム作る上で。最後の質問です。クエスチョン5。あなたのキャッチした夢は何ですか？はい、僕のキャッチした夢は、音楽でとりあえず生活していくってことなんですけど、自分今大学3年生で、周りのみんな、大学のみんなは就活とか始めたりして、で俺はもう音楽でやってくって割と高く食ってるんで、そうですね、音楽でそのお金を稼ぐっていう、生活するっていうのが今自分は当面の目標ですね。そっからいろんなでかいライブとか出たいなっていうふうに思っております。はい、一つずつの積み重ねが大事ですね。素晴らしい。そうっすね、マジそうっす。ありがとうございます。今日はたくさんお話を聞けて刺激を受けました。これからも V クエスチョンズ5では今注目のクリエイターさんをたくさんキャッチしていく予定です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで本日のゲストは山田ギャル神宮さんでした。ありがとうございました。チェックしてください、ぜひ。